ありがとうございます。うどむさん、猫ありがとうございます。ミラクールさん、クッキーありがとうございます。ケンさん、ヤスルパンさん、たまごサンドさん、ありがとうございます。帰宅しました。帰り、昼見れなかったので今日最初のユキリカですって。こんにちは。仕事終わった？まだ？まだかな？6時やったら。そう、今日もピンク、さくらんぼです。さくらんぼ、ピンク、ピンクピンク。雪の影響で昼の仕事終わったので昼寝してました。あ、雪？雪の影響出てるんですかね。世界一ピンク似合うやんって。ピンクの服意外と持ってるんですよね。よいしょ。だから背景がピンクだからピンクの服攻めで行ってます。そう、昨日からね、そう、ピンク攻め、背景に合わせて。今日はちょっと濃いですね、ピンクが。おゆい、顔は作ったのでヘアアレンジをしたいと思います。寒い？私の部屋暖房ガンガンで暑い。しなきゃ。親子丼作りました。えらい。寒いか。アキアンさん、クッキーありがとうございます。あったかい。キラキラとチョコです。絵文字反映されてないかな、あれかな、 iPhone じゃなかったら見れるのかな。ちくわパパさん、チョコありがとうございます。デイリーミッションにチョコがあるので、違う機種やったら見えんかもしれん、もしかしたら。アンドロイドですがチョコです。あ、よかった。あ、老眼、あ、恋になった、やった。なるほどね、そういう問題じゃなかったか。
確かに小さいですよね。見づらい。2度目まして、本日2度目まして。こんばんは。巻き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 、こんばんは。ピンク似合う？本当嬉しいですわ。りんごさんチョコありがとうございます。熱っ。鉄板触ってしまった。です。受験じゃないですよ。チョコありがとうございます。鉄板焼き180度ですからね。すごいよね。180度でさ、こんなことして髪傷まんってすごいよね。髪の毛って強いね。出かけるのって、うん、髪なんで髪巻いてるのってこと。配信するからです。懐かしい。出かける時間なくない？ピータさん、クッキーありがとうございます。クッキー、ギリ岡山行けるけど帰ってこれんくない？7時前に終わって9時からだから8、9、2時間。まあ2時間あれば またスタバ行くの忘れてた。スタバ行きたいの？あれ？こんばんは。
タバの新作売り切れてた？マジ？もうないんかな？あれでも本通りで買ったんですけど。文吾さんチョコありがとうございます。別のところ行きます。エスタバ飲んでるイメージないんだけど。ハーゲンダッツのイチゴ売ってたから食べた。お、一緒だね。初日から売り切れんとこ多かった。本通りは再入荷なんかな。じゃあ金箔あんな人が多いところであるなんて。なんか一回これ熱って鉄板触ってしまったらちょっと巻くの躊躇してしまう。ためらってしまう。爪ミスったんじゃないよ。配信の画面だと距離感むずすぎて鉄板握ってしまった。いつもは鏡やけど。なんか前にエレベーター事件あったじゃないですか。私が乗ろうとした瞬間に閉める押されてバーンって大きいドアにぶつかった事件。それ以降エレベーター乗るのにちょっとためらうんですよ。ドア押さえて入ったりちょっと時間経ったなって思ったら3番目に乗るとかやったら閉まったら怖いけんドア押さえながら乗ったり。そう、生活に支障出てるからマジ。エレベーター乗る機会多いんですけど、事務所なんかとかでメンバーがさたくさん乗るとき3番目以降はドア押さえるようにしてる。閉まりそうでとかひょって一瞬だけあのくぐるところで恐怖を覚えます。支障出てる。ね、一回思いっきりぶつかったから、まあ軽くぶつかっただけならさ怖くないけどさ、思いっきりぶつかったんですよ。もう超店内に響き渡るぐらいのドーンみたいな。閉まるの早い系の。だからなんかぶつかりそうで乗る前にちょっとためらう。ドアのところを通るとき早く治ってほしい。今まで何も気にしたことなかったんやけど、こんばんは。どこか痛めた？腕。翼欲しいさん、猫ありがとうございます。猫そのうち気にならなくなるね。でもまだ気になるんですよ。何も気にせずに乗りたい。何回か挟まれそうになったことはあるけど、あるじゃん人生で何回か挟まれそうになるじゃん。けどパルコであったやつは閉まるドアにもう普通の乗れる速度で思いっきりぶつかってったから、そうちょっと挟まれそうじゃなく、
オレンジジュース挟まれたんじゃないんですよ、ドアにぶつかったんです。思いっきりこうやってくるドアと私がドーンって言ってボーンみたいな感じ。普通に乗れるテンションで結構なスピードで行ったからね。そう、君の名はレベルの炎上さん、クッキーありがとうございます。ビタミン大事ね。これはでもちょっと酸っぱいですね。何みかんやろ、羊羹か。羊羹はちょっと酸っぱい苦味もあり、そう酸味強い系です。酸っぱきやすべーさん、クッキーありがとうございます。これの味苦すぎんか。歯磨きした後飲むと苦い。歯磨きしてなくても苦いもん。羊羹って苦いね。うん、温州みかんが超甘くて美味しいですよ。温州みかん。ビートルさん、クッキーありがとうございます。伊豆田さんありがとうございます。いやもう酸っぱいと苦いが混ざった感じ。スパニーが両方なんとも言えない。そう、愛媛のみかんジュースです。愛媛県民ってわざわざみかんジュース買って飲まなそうだけど、胸行けば買うんですよ、みかんジュース。ポンジュースとか、地元の名産とかあんま食べんじゃん。正解。愛媛で和歌山とか熊本みかん売ってるのって。見たことないね。みかんは買わないからさ、売ってないんじゃない。さすがに愛媛だけで足りてると思う。スーパーのみかんコーナーとか行かないからさ。でも愛媛のだけだと思う。愛媛だけでもいっぱいみかん農家あるから、段ボールにその農家の名前書かれてあって、さすがに愛媛だけだと。でも買わないから分かんない。ね、愛媛だけでマジで十分、いろんなみかんがあるからね。いろんな農家あるし、みかん農家結構な確率でみかん農家だもん。なんかじいちゃんばあちゃんがみかん農家みたいな確率です。九州のみかんある？マジ？普通のスーパー行ったらあるんかね。小さいスーパーにはあの愛媛のみかん農家の段ボールがたくさんある。八百屋みたいな。富士とか行ったらありそうやな。
他の県のみかん。やおやは。ね、富士とかイオンとかやったらありそう。いろんなの置いてくれてるじゃん。広いし。あ、みかんの箱なかなか見ない？逆にそっか。なんか段ボールで売られてるのよ。みかんの口になりました。そういやみかんが余ってることを思い出した。食べなければ愛媛帰って道の駅行くって。行く行く。道の駅めっちゃ好きだよ。よく行く。なんならどっか行くときに道の駅寄るかってなる。こんばんは。そう、ソフトクリームとかじゃこ天とか。じゃこ天も売ってる。じゃこ天夜は何食べるとってうん、決めてないな。石油ストーブで焼きみかん。マジ温めて美味しいんかな。焼きみかん。ハンバーグ作らんよ。夜ご飯悩むね。どうしようかな。ね、冷凍みかんはあるあるだけど、逆に温めるのはあんまり効かない。鍋にしよう。買いに行かなきゃいけないんだよね。ガクヤンさん、チョコありがとうございます。ね、しめじいいね。キノコ系いいよね。自炊なら。キノコそうやな。キノコ。でもキノコだけじゃ足りんもんな。キノコと何か。キノコ。ほうれん草。しじみ。スーパーでは何売り場がウキウキしますかって。お菓子。こんばんは。まあ今日はいいや。明日自炊しよう。三日坊主の。
ベビーカステラの配信はいつにしよう。明日かな。こんばんは。やるなら明日か明後日しかないんだけど。ゆきりかが買い物カートにお菓子入れてきたら気づかないふりしてレジ通します。小さい頃よくやってた。母に、まあ別に気づかれても怒られないけど、なんか気づかれないようにお菓子をカゴに入れて、レジの時にいつ入れたんって言われるのをやってた。いや怖くないですよ。全然お菓子買ってくれるけど、こっそり持ってっていつ気づくかな待ちです。え、今日はやらないよ。今日は言ってない。明日か明後日しかないんですけど、やるならちょっと夕方を長めにして7時とかから。優しいままね。自分は同じことして怒られた。パパとママどっちが優しいのって。パパでもお父さんはそういう買ってくれたりはしないけど、怒ったことないです。何にしてもお母さんは何でも買ってくれるけど。そう、7時から 1.5 とかにする。明日しようかな。弟さんはね、買い物あんまついてこないタイプだった。男の子ってあんまついてこなくない？なんか同級生に会ったら恥ずかしいみたいな。何でも買ってくれる母が負けやすい。いや、母怖い時は超怖いからね。すぐ怒るんで。お菓子、お菓子じゃ。こんばんは。え、ついていってたの？かわいいじゃん。男の子であんまついてこなくない？ね、もう中学か高校ぐらいからついてこなくなったよ、マジで。なんか友達に会うみたいなこと言って、なんか外食とかもお持ち帰りしてみたいな。そう、自分も毎回言ってた。毎回同級生でも実際はあんま会わんのよね。そうやって会うけんいかんって言うけど、私あんま会ったことないもん。母と旅行は行かないです。そう、友達に会ったことないですね、あんまり。パパと洗濯物別にしなかった？してない。何も気にしてない。洗ったら一緒じゃん。ね、自分も合わなかった。でも今もうスーパー行ったらもうかなりの確実でメンバーに会うから、なんかまあわかるわ、その気持ち。超合うっていう弟の。2回に1回ぐらいは絶対メンバーいるからな。街とかでもね、会社の人に会うって書いてたけど、さっき
マジ合う、それはマジ合う。メンバーとったら話すって、そうやね、話す人もいるし話さん時もある。3期とかに会うからなんかお疲れ様ですみたいな感じ。会いやすいの誰って、でもプライベートの遭遇だったら最近は3期がよく会う。プライベート遭遇だと2期とか結構家出んくなったけどな、結構みんな家に。マネさんは、あまんマネさんには会ってないけど、昨日マネ、なんかマネさんがご飯食べてるのを外から見た、飲食店で。あ、マネさんがいると思って、マネさんとマネさん、そういうのはある。まあ会いやすいよね、だから実際会ったみたいなもんだよね。昨日飲食店の前通ったらマネさんとマネさんがいて、あ、よく会うかも。そう、外から見た外から、ガラス張りじゃん結構飲食店って。ガラス張りっていうかスケールタイプ。たけるくん大好き、ありがとうございます。パカ。明日じゃあベビーカステラ作ろう。明日の炊いて考えようと。次までに考えとこ。早めのホワイトデー、1週間前作れるかな。何も知らずに作るって言ってるけど、まあ、調べたらなんとかなるよな。なんとかなーるさ、なんとかなーるさ。あっくんありがとうございます。あ、バレンタイン、私ホワイトデーって言った。そう、2もずらして3もずらす。外であやパンに会うことはないです。次枠何しますかって、何がいいですか。逆に3曲は歌うよ。ゆきりかクイズ大会、ゆきりかクイズ大会、室並べ配信はまた別だな。室並べ配信3人しか当たらんけんさ、他の人が楽しくない。大喜利ブズ、お題考えんといかんや。味噌鍋余ったから食べる。うん、味噌やだ。こちら。味噌やだ。のみさん。クッキーありがとうございます。こんばんはです。100の質問に答える？私が？ある？そんなに質問？質問コーナー。ハンバーグのお弁当を買って帰るところです。え、
いいね。どこの？どこの？こんばんは。そう、カラオケも3曲やります。今日は何にしようかな。今日ノリの日、ノリの日といえばノリ。どうしてそんなに可愛いんですかって。それは質問じゃありません。ノリにまつわる瀬戸リアル。ノリノリ。こんばんは。勧誘魚ノリノリですか。それあと2分。ないかも。ないんかい。なかったらダメじゃん。こんばんは。でも最終日にジョイサウンドに行くので歌う幅が広がる。もっと曲の幅。船割りもあるだろうし、自然淘汰主義もあるんかな。あと1分。じゃあ誕生読みます。13位ユーピョンさん、12位ビートルさん、11位ピータさん、10位ミナクールさん、9位マサパンダくん、8位アキアンさん、7位ブンゴさん、6位翼欲しいさん、5位ヤスルパンさん、4位ミキヤくん、3位ヤスベイさん、2位タケルくん、1位ウドムさん、ありがとうございました。そう、ダムにない曲はもう分かってるの、結構言ってるから。もろみさん、チョコありがとうございます。ゆうちゃん、クッキーありがとうございます。ということで次は21時。今21時かと思った。次21時です。またねー。